時刻は7時16分を回っています。 FM 読谷のスタジオから2人語る夜をお送りしています。はい、ということで、第2コーナーが始まりました。第2コーナーは、即興2人語りということで今日はお送りしたいと思います。はい、今日はですね第1、第2、第3というですね作品をお送りしたいと思っておりますが、あかねさんの方は準備はよろしいでしょうか。 OK ということなので、じゃあどうしよう、行こっかな。そうそう、毎度ながらね、はい、躊躇してるんですがね、はい、いい加減ね、ちゃんと、はい、すぐ行こうと思います。それでは2人語りで第1、第2、第3。私は第二車線を行く。右にも左にも脇目も振らず、ただただまっすぐ行くぜって感じの第二車線が私は好き。できれば第二車線だけ走りたい。ってそれは無理だけど。第一、第二、第三とジグザグ車を走らせて最短最速で目的地に着くのもいいんだけど、なんだかせわしくて、それは私には合わなくて。のんびり、穏やか、心地よく、私らしく走れる第二車線が私は好き。二人語りで第一、第二、第三お届けしました。2週間ぶりのね二人語りですが、はい、ね、なんかすごい心地よいピアノの音ですごく気持ちよかったです。なんかね、うん、不思議な感じだね。あ、違う、うん、もうこの詩を読んだ時から、うん、こんな感じだなっていうのがあったから、そのまま弾いたけれど、すごい、なんか弾いてみたらさ、うんうん、思うように指が動かなかったわけ。あ、ついていかないみたいな。頭で鳴ってるものと指がね全然追いついていなくて、なんか、あ、変な感じと思いながら弾いていましたけれども、ね、生のね大丈夫でしたか、ね、感じが出て、皆さん、はい、なんかこうね爽快にこうねこう道を走る感じとか、う、ね、こう出てたんじゃないかなと、ね、なんかこの第二車線っていうのがさ、うん、なんていうの、こう落ち着くじゃんね、私もそうだけど落ち着くわけ、うんうん、でもなんか第二車線がなんか一番こう混んでるっていうかさ、そうそうそう、私のイメージ的に、ね、なんか混むよね。多分みんな第二車線走りたいんだよ ね。そうそう、だからもう同じ同士が集まった時はものすごい混むわけよね、混んでるじゃんね、そうそうそう、わかる。なんかそれを想像しながらこううん、こんな音楽になりましたみたいなさ、いやでもよかった、気持ちよかった。我が道を行くっていうなんかマイペースなイメージだったんで、うん、この詩読んだ時、うんうんうん、だからそんな感じで弾いてみましたね。はい、二人語りでね、うん、第1第2第3でしたね。はい、また感想なんかもね、うん、聞けたら嬉しいです。ね、お待ちしておりま す、ね、どうじゃか、うん、声が出なくなった。声が出なくなった、うん、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、うん、はい、なんか、うん、あのね、うん、なんだっけな、あ、この間、うん、なんだっけ、即興のね、作曲の依頼があってからね、うんうん、作ったんですけれど、うん、曲を。で、その時、今まで何気なくね、うん、ラジオでもこう即興やってるじゃないね、うん、で、
で今回こうお客さんから依頼をいただいて作った時に、うん、気づいたことがあってね、うん、何かっていうと、うん、あの私ほら今 YouTube で、うん、こう何気なく思ったものを弾いてアップしてるんだけれども、うんうんうん、やっぱりこう例えばこの2人語りでコーナーでしずちゃんが作った詩についての即興をするとか、うん、このちゃんとテーマがあって、うん、お客様から依頼をいただいて作った曲とか、うん、そういうものとねこう何も考えないけどなんとなく弾いてるっていう即興と全然違うんだなっていうことになんかすごい気がついたわけ、うん、なんかさ自分で言うのもおかしいんだけど、うん、そのお客さんに作った曲とかを後から聴いてもさ、うん、あーなんかいいなこれ気持ちいいなとか思うわけよ、うん、だけど、うん、なんかそういうのが、うん違うんだなっていうことに気がついて、うん、対象だをこう自分がこうね、うん、この曲ものにために弾くんだとかっていうのと、うん、その対象物がないままに、うん、とりあえず思いのままに一応弾くんだけども、うん、これだみたいなのがないのって、うん、なんか違うんだなっていうのをすごく今回感じたかなって感じ、うん、だから今までも何気なくこう二人語りやってるじゃない、うんうん、でもそこには必ずほらあのしずちゃんの詩があって、うん、そこからほらイメージして弾いてるじゃんね、うんうん、だからこうイメージするものがあるっていうのって、うん、全然こう弾いた時のものに違いが出るなっていうのに気がついてしまったわけ、うん、なんか不思議なんだけどね、うん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 、だからあ今まで気がつかなかったなと思ってそっかそうそうそうただその思いのままに弾くときっていうのは、うん、なんとなくの例えばなんか春だな、うん、陽気だなっていうので思ったりしてそんな感じでも弾いたりするわけでしょ、うんうん、でもその感じとやっぱその何かがあって弾くのとやっぱなんか違いがあるんだなんかねなぜかというと、うん、あの毎回この二人語りのコーナーで弾いてる曲って、うん、結構同じメロディー弾くわけあそうなんだあの結構同じメロディーっていうのはね、うん、同じ一つの曲の中で繰り返して似たようなメロディーを弾いてるんだけどさ、はい、そういう時じゃなくて、うん、例えばこう何気に弾いてる時って、うん、同じメロディーが出てこないの、うん、繰り返しなんていうのかな訴えてくるメロディーがないわけ、うんうん、なんかわかる、うん、なんとなくそうだからあ違うなって思ってうんだから終わりがなくずっと弾けるんだけれどもその対象のものがあるとそれをイメージしたこうメロディーがずっと鳴り続けるんだよねうんだからそのなんていうのかなそのメロディーを最初に弾いてみたり、うん、途中で弾いてみたり最後でまた弾いてみたりっていうことが起きるんだけどうんそれがそのないとうんずっとなんか弾き続けられはするけれどこの同じようなものが出てこないみたいなさ、うん、なんかこう核となるメロディーみたいなのがないんだそう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 、うん、そうそう核となるメロディーみたいなのがないんだなっていうことにこの間気づいてさうーんあはーって思ったなんか、うん、あでも面白いね不思議よねこうなんか上か、うん、なんていうか訴えかけてくるメロディーみたいなのがないわけうんこれだまた戻ろうみたいなさ、うん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 、そんな感じの雰囲気にならないわけさうんここでも何回も弾いてしまうわけ、うんうんうん、でもそれはもうね核となるものだから、ね、そうそう核となるものがだからこのしずちゃんの例えば詩から、うん、あこれがこういうメロディーだなっていうのがもうポーンって入ってきたら、うん、やっぱりその曲をやっぱ弾くんだよねうんそれがさあ違うねって思って自分で気がついた面白いねえ、ねすごい。あかねちんとこのね、即興の、ね、なんだろうな。なんだろうね、これね。裏話そう、即興談話みたいな、ね。談話みたいな感じかな。ね、今日来てて。そう気づいたんだなみたいなのをちょっとお話しさせていただきました。だからちょっとね、うん、あの対象があった方がいいんだなって逆になんか思って。そうか、うん、そうか、うんうんうん、なんかさ、あの例えばなんだけど、うん、このね、うん、弾きながら、うん、話しながらっていうのとかっていうできる？なんか前言ってたよね、そのことで。わかんない、それできるのかな。なんか例えばしずちゃんと向かい合って、うんうん、しずちゃんがこうと話しながら弾いてるとかでしょ、うんうん、そう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 。だからかんない、なんか、ならない時があってもいいわけ。うんってちょっと止まって、ね、でまたトラララン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 ドンドンっていうのがあってあこれいいかもね、しずちゃんとかっていうのもどうかなって今ちょっとピンとひらめいたんですが、ねね、あ今度やってみよう。そういうの、生、何っていうの、生BGM 即興みたいなのもやりながらっていうのも
面白いんじゃないでしょうか。あかねちんの負担が大きいかもしれないけど、それは面白いね。いいかもね、あそこで座ってから。そう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 、座っていい、うんうんうん、なんかおっとか思ったらピョンってなんか弾いたり効果音入れたりとか。いいね、何でもありになりそうだね。何でもありな感じでいいんじゃないかな。楽しくない？あ、楽しそう。自分が聞きたいだけだけどね、うん、メロディーをいっぱい。きっとでもいい、ね、なんかそのライブ感のある感じってお客さん、うん、お客さんっていうかリスナーの方も、ね、楽しんでくれるんじゃないかなと思いますが、ね、いいかも。やってみよう今度、ねね、じゃあ近々、近々それもやるということで、ね、楽しみにお待ちください、はい、なんですがどうしましょう。あとね約2分ぐらいなんですが、ねね、ちょっと曲をかけようかかけまいか、ね、今ちょっと迷って、じゃあみんなサビに行けるか、うん、行けないかっていうのを、うん、勝負しよう。じゃあ勝負しながら、じゃあ少しですがじゃあ ね聞いてください。2曲目はノラ・ジョーンズで The Sweet Words です。